かかずの戦い。かかずの戦いとは、太平洋戦争末期の沖縄戦において、かかず高台をめぐって1945年4月8日、7日からの16日間に行われた戦いである。この戦いは、沖縄戦最大級の戦闘の一つとしても、知られるほどの激戦であった、前田の戦い他を含むことがある。日本軍は定地に、 反射面陣地を構築して米軍に劣る火力をカバーし、眼鏡に抵抗したため、かかずは、米軍からは、死の穴、いまいましい丘などと呼ばれた。かかず高台は、沖縄本島の中心部から南に下った、現在の宜野湾市に位置する。戦時中は、第70高地と命名されていた。日本軍主力は、沖縄本島南部地域に陣地を置き、主力部隊も、 南部地域に配置されていた。しかし、高所が南部地域の北側に多かったため、主防御陣地は沖縄本島中心から南部地域の間にくれている。これが結果的に米軍の南部地域侵攻を阻む要因ともなった。南部は北部に比べて平坦な地形が多く、また陣地を構築できる高地は貴重であったため、南部のほとんどの高地には日本軍の陣地が築かれていた。 そのため、ほとんどの激戦地域は南部地域の高台、高地周辺に集中しており、西原の戦いや前田の戦い、高地の戦いといった他の激戦地も同様の地形が見られる。日本軍の部隊配置は南部の海岸線は崖が多いので、アメリカ軍は北部から地上侵攻してくるだろうとの予想に基づくものと思われる。戦闘は4月8日。 7日から16日間にわたって展開され、その間の両軍の戦死勝者を合わせて約10万に上った。アメリカ軍は4月9日にはかかずを占領することを目標としていため、損害を顧みず続々と部隊を投入した。このことが激戦になった一因と思われる。また、カカズ戦では日本軍最後の対戦者戦闘での勝利が記録されている。この項では、 かかず戦の開始を一般的に言われている4月8日からとし、日付は主な行動が展開された日によるものとする。また読みにくくなるのを避けるため、戦闘経過を序盤、中盤、終盤に分けて記述した。通常、大隊の指揮官は中佐か小佐である。上のように、第62師団の所属大隊長には少なからず、隊員が当てられており、 指揮官不足が顕著だったことが伺える。不評大隊以外の大隊長に大尉が当てられることは異例であった。かかず戦は4月8日、7日から始まったとされることが多いが、それに先立つ5日には、かかず戦の序章とも言える戦いが、北隣の85高地にて、アメリカ軍不評383連隊、指揮官、名大佐と日軍独立不評第13大隊、 指揮官、原高し、達大佐の間に始まっている。この戦いが、川切りとなり、ついにか,かずで、日米両軍の主力が衝突することとなる。4月7日の85高地の戦いにおいて、大きな被害を受けた日本軍の独立不評第13、大隊が交代し、か,かずの主力と合流する。この日は朝早くから、日本軍の南部最前線のすべての陣地、 打ち止まりかかず、我が古引く南上原は受け線が、アメリカ軍の攻撃を受け、激戦を繰り広げている。この日、アメリカ軍不評383連隊の指揮官、明大佐は、指揮下の部隊に、9日までにはかかずを占領せよと、命令下した。アメリカ軍は、前日の命令によって、行動を開始した。アメリカ軍不評383連隊第一、大隊。 キング大佐、第三大隊、スティア中佐は午前6時、カズ陣地北側に奇襲攻撃をかけ、この間にカズの主人地深部まで他の主力が前進、日本軍との間で熾烈な白兵戦を展開し始める。アメリカ軍側は中隊を横一列に並べて前進するが、これに気がついた日本軍は機関銃での反撃を開始した。白兵戦は、 一説によると2時間余りにも及んだと言う。日本軍は初めは混乱したが、随時体制を立て直すと迫撃包帯、機関渋滞及び敵弾頭の支援のもと、アメリカ軍を徐々に駆逐して、陣地を保持した。アメリカ軍の撤退は10時頃のことだと言われる。この戦闘で、アメリカ軍を完全に撃退したものの、日本軍独立不評第13大隊は、士官以下ほとんどが戦死し、 士官は二十数名戦士とも戦力が低下。これに対し、不評第六十三旅団長は、ドッポ272大隊を増破した。アメリカ軍は、日本軍の白兵戦、支援射撃のもとに極度の混乱に陥り、何ら戦果を上げることなく、損害を受けて交代した。なお、中隊を横に並べた上での前進は、結果的には戦力分散の原因となったが、 損害をある程度抑えることにも成功している。アメリカ軍は前日に引き続き攻撃に出た。この時は熾烈な援護射撃があったとされる。日本軍の北陣地は緻密な放火によりこれを撃退するが兵力の手薄な北西部の70高地の陣地では米軍が日本軍に肉薄し、前日のような熾烈な白兵戦が再び展開される。この戦いにおいて 北西陣地の一部が米軍にダッシュ9時半頃され、これを奪い返そうと、かかず陣地北部から進撃した日本軍部隊は、北西陣地の残存部隊と共にアメリカ軍に反撃を行った。しかし、日本軍の北部部隊は、西部から進撃してきたアメリカ軍の増派部隊を撃退するのが、精一杯で陣地打開に失敗した。 ただし第70高地の南側と東側の陣地は、健在で、それ以上のアメリカ軍の進出を阻止している。この日の戦いにおいて、第383連隊、第381連隊の前進を防いだことが、防衛上大きな効果を上げたと言われている。猛烈な支援砲撃、支援航空攻撃の下、アメリカ軍第96師団の最後の攻撃が、行われる、最後といっても、 交代して補充再編成するため、日本軍もできる限りの過砲を投入し、第96師団は今まで経験したことのない猛者を受けた。雨あられのようだったと表現されている。両軍とも序盤戦において戦力を使い果たしており、互いに敵に打撃を与える最後の機会と考えたことから、このような猛者が行われたと思われる。しかし補給のない日本軍側は、 砲弾の使いすぎが後に響いた。これから戦いは序盤戦から中盤戦へと移ってゆく。高台を有効に利用した陣地にこもった日本軍三個大隊はアメリカ軍三個連隊の攻撃をことごとく撃退し陣地を保持した。数量の面では戦力に歴然とした差があったが互角以上に戦って守り切ったと言える。序盤では不評。 砲兵による戦闘が主であったが、中盤になると、アメリカ軍側は戦力を増強、戦車も続々と投入し始める。ただし中盤では、日米が互いに、部隊整理と戦力増強に努めたため、これといった大きな戦いは少ない。ここでは中盤戦を12日から18日までとする。日本軍は70高地奪回のために攻撃を、 加えるが、アメリカ軍側の反撃に相飛んざした。高地ダッシュの命令を受けた、ドッポ273大隊は、味方の援護射撃の下十12日夕刻から13日深夜に、かけて、こうを開始した。アメリカ軍側は、絶え間ない砲撃を受けたことに加え、日本軍側の意図を読み違えて混乱したが、海軍の照明弾や味方の支援砲撃によって、日本軍を撃退。この両軍は、 わずか約150メートルまで接近したとされる。4月14日、4月15日は、戦線には変化がなかったとされる。70高地をめぐって、日米双方が攻防戦を展開。日本軍は、アメリカ軍の70高地西方への攻撃を撃退するが、夜に入ってから行われた日本軍のドッポ第13、大体、ドッポ第273大隊の攻撃も、 アメリカ軍の反撃によって大きな損害を出し失敗する。4月18日にはアメリカ軍は日本軍側の2個旅団の守備地域の間に割って入り、これを分断した。終盤になるとアメリカ軍側は師団の再編成や攻略に適当と思われる部隊、公兵などの準備、連隊の配備、不評、戦車戦力の増強や作戦変更などを行い、 再攻撃に備えた。これに対し日本軍側は、情報網の整理、部隊の配置換え、陣地再構築、兵員増強、武器弾薬補給などを行い防備を整えた。この両軍の周到な準備によって、かかず戦の終盤戦は前半戦にはなかった熾烈さを極め、両軍に多くの死傷者を出した。アメリカ軍にとっては、日本軍の情報網整理が痛手で、これによる、 組織的な戦闘によって、進路を阻まれ、苦しめられることとなる。大勢が決する23日までの間、各図の各戦線では、終日熾烈な白兵戦、対戦車戦が繰り広げられ、各図戦のほとんどの死傷者、負傷者がこの終盤戦で発生している。アメリカ軍は、戦車に対する日本軍の肉薄攻撃、主に特攻兵によるに苦しめられたという。この日は、 カカズ戦の中で最も激しい戦いであるカカズの対戦車戦が行われているアメリカ軍はカカズ陣地に立てこもる日本軍に強力な支援砲爆撃を加えその援護のもと不評部隊が7時30分頃から前進を開始したアメリカ軍はカカズの日本軍陣地に肉迫したが日本軍側の射撃によって前進を阻まれた8時20分頃ここでついに アメリカ軍は戦車部隊を投入する8時30分頃。戦車部隊は、かかず川陣地の奥深くまで侵入したが、日本軍の組織的な攻撃、巧妙に隠されていた、速射砲、後射砲、迫撃砲、急砲、陣中急増爆くらいを背負った特攻兵の体当たりにより、投入した戦車30両のうち実に22両、ただし書か,かずに攻め入ったとき、 日本軍の対戦車地雷によって3から4両破壊され、さらにその後にも破壊されている。実質隠されていた方によって破壊されたのは10、数両といえるを破壊され、撤退した。アメリカ軍側の不評は攻撃を戦車部隊に任せて撤退していたため、戦車部隊に適切な援護を与えられず、戦車部隊に被害が急増したようである。結局この日の戦闘は、 アメリカ軍が完敗し、退却した。これを特にカズの対戦車線と呼ぶ。この戦闘については下に詳しく記載する。この日を境に、日本軍はアメリカ軍により蹂躙され、次第に追い詰められていく。一連の戦いで戦力を極度に消耗していたカズ守備隊は、陣地守備に徹し、数に勝るアメリカ軍の攻撃に環境に抵抗した。 アメリカ軍第105連隊第1大隊は、北西側から侵入し、日本軍と激しい白兵戦を展開する。午後4時30分までに、アメリカ軍はか,かずにある村落まで攻め入り、日本軍守備隊を陣地東まで押し出した。しかし、戦力の引き抜きがあって、少数が交代。残りの部隊は、日本軍陣地へ向けて前進するが、反撃に愛前進を阻まれた。 この頃にはアメリカ軍と日本軍の間の戦力格差は絶望的なものになってきており、もはや陣地保持はほとんど不可能であった。アメリカ軍は当初日本の三個大隊に三個連隊で攻めかかって苦しめられたが、今や一個大隊だけでも攻撃を進められるようになっていた。日本軍は西側のほぼ全面から攻撃を受け、 これを撃退するも、最終的には後退せざるを得ない状況になった。アメリカ軍側はついにかずの陣地を陣地東部を残して占領した。なおこの日、かずの日本軍砲兵部隊が、アメリカ軍の攻撃を受けた西原陣地への支援射撃を行っている。かずの戦いは、周辺にある村落への争奪戦に移りつつあった。日本軍は陣地保持のために、 機関銃の据え付けや兵員の増強を行い、またも激しい戦いが展開され始める。アメリカ軍は日本軍の増強部隊を駆逐し、日本軍を村落の端近くまで押し出した12時が、ここで日本軍の猛反撃を受け、27師団から参加したすべての部隊が前進を阻まれる。村落での3時間の激戦の末、アメリカ軍は一旦交代した。 同日午後4時ごろ、アメリカ軍は、砲撃を加えつつ、再び攻撃を開始する。砲撃に耐えていた日本軍は、陣地から弾幕を張り、アメリカ軍の前進を、またもや阻止する。結局アメリカ軍、第27師団は、予備兵力のすべてを使い果たしたため撤退。日本軍は、かろうじてかかずの損落陣地の保持に、成功する。日本軍は、米軍の午前、 午後の2回にわたる攻撃に対して前線し、なんとか陣地保持に成功するが、前日20日から21日の間に行われた戦闘でドッポ第23大隊は戦力の3分の1を失った。同日22日日本軍は野州を観光するものの、アメリカ軍の照明弾及び艦砲射撃を受けて攻撃は失敗した。この日は、 散発的な戦いが続いただけであった。アメリカ軍側は、かかず陣地を完全に占領するために、部隊の再編成及び作戦変更等などを行った。この時の部隊編成とは、かかず戦に投入された参考師団から、強力な大隊を寄せ集め、さらにこれに、戦車、公兵部隊を加えた特攻隊の編成であった。この部隊は、俗に、 ブラッドフォード特攻隊と呼ばれている指揮官であるアメリカ軍第27師団副師団長ブラッドフォード准将からかかず陣地は攻撃を受けず日本軍撤退の絶好のチャンスとなったすでに戦力は初期の3分の1まで低下し陣地保持はどうともしがたい状況であったと言われている第62師団はわずかな部隊を残してか,かず西原 棚原157高地の守備隊を前田仲間へと交代させた。この際、アメリカ軍との間で撤退支援の砲撃戦が起こっている。アメリカ軍はかずに対し準備砲撃を開始、その後、ブラッドフォード特攻隊がかず陣地へ突入したが、すでに日本軍守備隊主力は撤退した後であった。この時残っていた日本軍残存部隊は激しく抵抗し、 アメリカ軍は2時間の激闘の末、カ,カズ陣地を完全に占領した午前中までに完全占領。この日、16日間にわたるカ,カズの戦いは終わったので、あるカ,カズの対戦車戦闘は、アメリカ軍がカ,カズからわずか200メートルほどの丘に陣取ったことから始まった。これは、教習部隊であった第105連隊の先導部隊であった。 ここを拠点としてかかず陣地へ攻撃をかけようとした矢先周辺にある日本軍陣地から機関銃野戦砲などが火を吹き立ちどころに進撃はストップしてしまった連隊は状況を打開する手を打てず釘付けにされ反撃することすらままならなかったと言われている撤退を開始しようとしたがそこにアメリカ軍の戦車隊が支援のために到着する8時30分頃 戦車はか,かず陣地と西原陣地の間を通り抜け、か,かずを落とすべく進撃を開始した。この進撃の際、日本軍の対戦車地雷により3から4両が格差し、さらに、西原陣地の周辺では隠されていた日本軍の即射砲、対戦車砲の狙い撃ちにより、4両が破壊された。この時放たれた対戦車砲弾は、記録によると16発と言われている。アメリカ軍側は、 何の反撃もできなかったとされる。戦車は不評と比べて視界が悪い。通常は戦車上部のハッチを開けて戦車長が外に身を乗り出しているのだが日本兵は戦車長を集中的に狙撃したため狭い戦車の視界がさらに狭くなってしまった。そのために日本軍の速射砲、対戦車砲でも M4 シャーマン戦車を 側面や背面から射撃することによって撃破できたのである。しかし、破壊を免れた戦車は十時頃にはか,かずの陣地、村落付近へ侵入することに成功した。アメリカ軍は日本軍陣地に砲撃を加え多くの陣地を破壊したと言われる。ここで両軍は精算な戦闘を経験することとなる。日本軍は極めて組織的な戦闘を展開し、 アメリカ軍戦車に襲いかかった。日本軍村落陣地の中心付近へ侵入した。戦車隊は前後から攻撃にさらされた。狙撃兵や不評がシャーマン戦車のハッチに集中的に狙撃を行ったため、偵察中の戦車長の多数が死傷した。シャーマン戦車はもともと視界が悪いため、この被害によって行動不能となって進撃できなくなってしまった。さらに、日本軍の特攻兵は、 陣中で急増した爆雷を抱えて突っ込み、戦車のキャタピラを破壊。これがアメリカ軍にとって大打撃となった。動けなくなった戦車に日本兵が群がり、天外や操縦席のバイザーブロック、覗き窓から手榴弾を投げ込んだり拳銃を乱射したりしたほか、即射砲、対戦射砲による資金射撃、低距離射撃も行い、 戦車に対し壮絶な近接戦を展開したという。アメリカ軍側もただ手をこまねえて見ていたわけではないが、視界が奪われた上にキャタピラを破壊されていたため、反撃らしい反撃はできなかったようである。アメリカ軍側の資料には、この時攻撃を受けた戦車が、後方の27師団に対し、ヘルプ、ルプの電信を平分で撃ち続けたという記録が残っている。 アメリカ軍の不評は欠かず陣地によって有効な行動が取れないようになっていたため、不評による支援がなかった戦車隊は13時30分頃に交代命令によって退却を開始。3時間近くに及ぶ戦闘により戦車14両が破壊され、退却できた戦車は当初の30両のうちわずか8両であった。また、勝ったとはいえ日本軍の損害も大きかった。 なお、西原、かずまでのアメリカ軍戦車部隊の進撃路の途中には、山なりの横道が多かった。日本軍はそこに多くの対戦車兵器を隠しており、もし戦車部隊が横道に進撃していたならば、この日の戦闘は、日本軍側が完敗していただろうとする意見がある。日本軍が有する対戦車砲の大部分は、連合軍が装備する対戦車砲よりも昇降径で、 性能が劣っていたため、通常の戦闘距離で、アメリカ軍の M4 シャーマン戦車を撃破することは、できなかったが、至近距離ならば、なんとか撃破でき、また側面や背面からなら、撃破できた。かずの対戦車戦闘は、地形の利などを活かすを形成した対戦車法が、活躍した、数少ない戦闘といえる。他に、両刀の戦いにおいても側車法、対戦車法が活躍している。 カカズ戦では、日本軍は10倍以上もの敵に対して持ちこたえ、結果的に大きな損害を与えることに成功した。カカズ戦の影響で、第32軍の直轄部隊、在、首里に少なからず被害が出ると予想さていたが、この予想に反してカカズ陣地のみでの防衛戦で、アメリカ軍の進撃速度の地帯に成功し、第32軍の直轄部隊には被害が出なかったことに、 日本軍首脳部が驚いたという。この戦いで時間が稼げたため、後方の日本軍部隊は、陣地の再構築や、情報網整備、武器弾薬の搬入などを行って、より強固な陣地を構築することができた。また、日本軍は、かかず戦での守備戦闘の経験をこの後も活かし、アメリカ軍をさらに苦しめることとなる。なお後の戦いでも、 かかず戦に参加した第六十二師団の奮戦が目立っている。これに対してアメリカ軍はかかずの戦闘、残骸及び洞窟陣地からの反撃で懲りたことから、これ以降は火炎放射器を多数投入して洞窟陣地を焼き払うという、いわゆる馬乗り戦法を採用する。かかず戦では日本軍の戦死勝者は合わせて六万四千人に上った。このことから、 かかず戦を事実上の決戦地とする意見がある。つまり、かかず戦に負けたことで、日本軍の沖縄戦における敗北が決定的なったという意見である。沖縄戦に投入された日本軍の総兵力は約10万人であるから、その半数余りがかかずで損害を受けたことになるというのがその論拠である。ただし、6万4000には継承者が含まれているため、 実際に戦闘不能となったものは2万ほどではないかという意見もある。また、各図を決戦地とする意見の他にはなどが存在する。戦後70年以上も経っていることからどれが事実上の決戦地であるかを確定することは難しくなっている。ましてや、決戦地の説は当時の日米両軍の作戦計画にあったものではなく、現在から戦士を振り返った時に出たものであるから、 決定的な結論は今後も出ないと思われる。かかず戦は現在も少なからず議論の的となることがある。沖縄戦は沖縄戦という一つの戦いにまとめられることが多いが、特に戦闘の激しかった地域については個々の戦闘に名前が付けれ議論の対象となることがある。かかず戦はその一つ。議論の的になるのは かかずの対戦者戦闘やかかずの戦い決戦説などである。これは、かかず戦が圧倒的不利な状況のもと、日本軍が有利に戦いを進めた戦いの一つであり、そのことが軍事マニアやファン、また兵器マニア、歴史家、軍事評論家などを魅了する一因となっているのであろう。現在は、かかず高台公園となっている、いずれも、戦死勝者、 ただし諸説あり、書かず線のみの統計がほとんどないため、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。